私のゲーム屋。皆さんこんにちは、ケシと申します。さあ今日もですね、トータリーアキュレートバトルシュミレーターをやっていきたいと思います。はいはい、前回はですねクリスマスということで、はい、大量のプレゼントエルフをね召喚したりとかね、あとはですねサタンのサンタさん、サタンサンタさんを作って戦わせました。いやー、プレゼントのね中身をですね召喚し合ってねド派手に戦うんですけれども、いやーすごいよね。うん、でねこのはいプレゼントバトルを見てですね、あるリクエストをいただきました。これでね1対1のポケモンバトルがね見たいよっていうことでね、うん、俺も見てえんだ。どういうことかというと、このねプレゼントエルフ1体ずつをですね、はい、こう戦わせますよね。はい、行けポケモンっつってね、俺のポケモンっつって、よし行けメイズスピナーもうトレーナーも戦っちゃってるけどさレッドが勝ちました。このプレゼントをですねモンスターボールに見立ててですね、まあ、何が出てくるのかわかんないけどね、これをポケモンに見立ててですねバトルしましょうっていう企画ですね。いやどうせならさ、ちょっとこのクリスマスの格好してるやつをさポケモントレーナーみたいに改造してでバトルするって面白そうじゃないですか。どうせなんで2体のポケモントレーナー作りましょう。レッドとグリーンにしようかな。はい、早速作っていきましょう。移動タイプはね遠距離攻撃ユニットにしましょう。まずねレッドを作っていきたいね。頭はね帽子、まずね帽子だよね。いろんなね帽子があるんだけれども、キャップってなかったっけ。ありましたねキャップ、いろんな種類がある。おお、さすがタブス、すげえいっぱいあるね。後ろに被ってるのもあるもんな。後ろに被らせてもねサトシくんっぽくていいんだけど、まあ、今回はこれを選んで、はい、これをですね赤色に塗っていきましょう。まあ、こんな感じかな。なんかマリオも作れそうだねこれ。さあレッドはですね、はい、このように T シャツとベストなんで、 T シャツはちょっと黒めの色ですね。はい、次にベストをですね着せてみましょう。あ、これグリーンの方で使えそうだな、襟立ってるから。いいベストあるかな。でね、今 Google で見ている画像だとねチャックが閉まってるんですよね。チャックが閉まってるベスト、あ、これかな、これかもしんない。これを赤くしてだ。レッドくん襟があるね。そういえば襟があるシャツを選ばないとダメか。あ、これがいいかな。リストバンドもなんかついてるし、リストバンドはしないんだ、まあ、時計はしてるからね、時計の代わりにリストバンドにしましょう。はい、さっきのシャツはちょっと一旦消して、おお、結構レッドっぽくなってきたぞ。で実はねスニーカーですよね、赤を、はい、黒にして、紐は赤ですね。でソールがちょっと白っぽい色、はい、こんな感じかな。であとズボンですわ、今んとここれ下半身すっぱだかだからな、ただの変質者だからな。ズボンはちょっとねダルッとしたズボンがいいですね。というわけでこれです。あ、もう色的にこれもぴったり、はい、いい感じじゃん。ただねレッドといったらねリュックだよね。リュックがないとなんだろうね、釣り人とかスケボーやってる人だよね。いや、リュックないのかな。調べたらですね、はい、このバックパックってやつがあるんだけど、これさ冒険者としてはいいかもしんないけどね、なんかマットがついててさ、いやー、これがなければもう最高完璧だったんだけどな。リュックだけってないのかな。ちょっと一旦消して、確かねこのスペシャルアビリティでリュックつけられたと思うんだよ。これ風船のバックパック、ほらバックパックつけれました。上の方、めっちゃ上の方ここ空いてる、めっちゃこっちの方がいいか。どっちもどっちだけどな。しかもリュック背負うこのねショルダーベルトがね中入っちゃってるしね、めり込んじゃってるからな。リュック背負ってからベスト着ちゃったんだねまあまあこれでいいんじゃないですか。一応ねレッドっぽくなりましたよ。さあ続いてモンスターボール問題ですよね。これどうしようかなっていう感じなんですよね。このねプレゼント投げ、いやーちょっとなポケモントレーナーじゃなくなっちゃうよね一気に。これで例えばさ、どっかにリンゴとかあったんだよな。赤いからモンスターボールっぽく見えないかな。あった、これリンゴ投げ、はい、このリンゴをね投げるリンゴでかくねリンゴちっちゃいかなと思って期待したんだけど、でかすぎないこれ。でね、このねオプションステータスでですね、この投げるね、はい、ものをですねプレゼントにできたら最高なんだよ。ないかな。スーパーボールとかあるよ、スーパーボールとかある。お、スーパーボール、おー、モンスターボールやん、めっちゃモンスターボールやんこれ。ただモンスター出てこねえからな。どんな感じなんだろう。いけいけポケモン投げてる投げてる投げてるスーパーボール投げて何も出てこない
何も出てこないただのスーパーボールを投げる少年だこれじゃあモンスターを出てこいモンスターが出てこないけど倒してる一応スーパーボール受けるなやられちゃったよスーパーボール投げるからだよあモンスターボールが転がってるポケモンがボイコットしてるやっぱプレゼントにするしかあなんかどっか飛んでちゃったよどういうことやっぱねプレゼント投げしかないですね多分ねはいテストしてみましょういけ僕のポケモンはい何が出ておーゼウスいけゼウスっつってね雷ポケモンゼウスが出てきましたえどっか行っちゃったんだけどで レッドどっか行っちゃったあそっかこれ風船バックパックだから上行っちゃうのかあーこれはデメリットですねでもすごいぞレッドのポケモン雷タイプピカチュウじゃなくてゼウスが出てきたけどねいけー10万ボルトだピカチュウっつってねゼウスだけどねなんか踊ってんだけどこのピカチュウおじっちゅうじゃないおじっちゅうお前もなんで踊ってんだよブレイクダンスですか勝利の舞を披露していますいやー大丈夫かこいつらなんかすげー見てて不安になるんだけどポケモンマスター目指してるんですかダンスマスター目指してるんですかどっちですかさあモンスターボールはねこれもうどうにもならないと思うんでレッドこれで完成です遠距離ユニットでプレゼント投げるっていうところはね共通してますんでこのレッドをね改造してグリーンにしましょうまずねこの風船のバックパックを消しましょう帽子も脱がせます一旦見づらいんでプレゼントも結局消しちゃいましょう結局消すんかいっていうねうんベストもいらないですねさあこれをですねグリーンにしていくんですがはい僕の見ているグリーンはね紫色の服を着てるんですよねなので紫色にしたいねこういう暗い紫の方がいいですねでもねここにねポケットがついてんだよね見るとはいズボンの上にですねズボンをね履かせようかなポケットのあるズボンあこれポケットあるじゃんズボンこれ履かしてなんかね重なってるよねこれ多分同じ色にすればいいと思うんだはいオッケーほらオッケーでしょなんでこれ重ねる必要があるかっていうとですねこのズボンを消すと分かりますわはいくるぶし出ちゃってんだよねあくそまた配置しなきゃいけないめんどくせえなはいこれでですね丈があるポケット付きのズボンができるというわけだよしよしダボダボ加減もいい感じでグリーンさんもね黒色のシャツを着てるんだけど襟がね立ってんだよねカッコつけマンだからグリーンさんは襟が立ってるやつさっきあったよねあれ使いたいわあったあったこれだこれだこれベストね本当はこういうねベストなんだけれどもはい重ねちゃったらわかんねえということでこれもねリストバンド付きだからですねこのシャツはこのままでいきたいはいこの襟もですね同じ色にして隠しちゃいましょうはいこれでですね襟が立っているリストバンド付きのシャツが完成しましたなんか装飾ついちゃってっけどなこれも目立たなくしたいね同じ色にしてよしこんな感じかなあと髪型だよね髪型カカシ先生みたいな髪型なんで結構奇抜ではあるんだけどいやー違うなーあー方向性的にはこんな感じなんだけどちょっとやりすぎだよねこれでも面白いからいいけどこれかあーこのとんがってんのが前に行ってくれてたらよかったんだけど後ろに行っちゃってんだよなこれあー惜しいなーでもこれが多分一番近いですわこんな感じの色ですねでちょっとねこのね前髪が M になってるんでこれもね隠したいですねかぶせて同じ色にすればいいと思うんでうんこんな感じかなはいそしたらですねプレゼント持たせてはいポケモントレーナーグリーンくんの完成でございますさあ行け俺のポケモン何が出てくる行けカタパルトっつってねマシーン出てきちゃってるよ鋼タイプでもないのかキータイプかおトレーナーグリーンもですね先生に加わっているウケるんだよなポケモントレーナーもね戦いにね加わるってところが面白いいやーグリーン吹っ飛ばされちゃってるよウケるなちゃんと戦ってるからな戦う意思を見せてるからなグリーンもいやーグリーン負けるのかあーやられてしまったグリーン目の前が真っ暗になったたとえ火の中水の中草の中森の中土の中雲の中あの子のスカートの中ボーンということでさあやってまいりました今日の対戦はポケモントレーナーレッドさんそしてあの大木戸博士の息子グリーンさんとのポケモンバトルがこの後始まります大木戸博士この試合をどう見られますかうん2人とも立派なポケモントレーナーじゃのみんなもポケモンゲットじゃぞあわかりましたはい皆さんポケモンゲットしてくださいねというわけで早速試合の方を見ていきましょうレッドさんのポケモンは
は3匹、対してグリーンさんのポケモンも3匹、3対3のバトルですね。試合形式はデスマッチ、どちらかのポケモンが倒れるまでバトルは続きます。それを3回繰り返して勝率が高かった方の勝ちということでございます。大木田博士、見どころはどこですか？ここには水タイプのポケモンが喜ぶ水辺や、草タイプのポケモンが喜ぶ木なんかも生えておるの。飛行タイプのポケモンだったら屋根の上に乗って戦えば勝ちは間違いないの。みんなもポケモンゲットじゃぞ。大木田博士、結構汚いですね。さあバトル開始、一体どちらが勝つのか。さあモンスターボールを投げ、おっとレッド選手空に逃げた。そしてポケモントレーナーもですね、一緒に戦っていくスタイル。グリーンさんがめり込んでいるプレゼントに、あ、レッドさん落ちてきたレッドさん殴られている。はい、初戦はですね、グリーンさんのスーパーボクサーっすね。スーパーボクサーが一生もぎ取った。いやグリーンさん、とても強いポケモンを育てていらっしゃる。ナンバー130エビワラーじゃな。いや絶対違うでしょ。さあグリーン選手が一生をもぎ取った。レッド選手、ここで勝たなければ後がない。第2回戦レディーゴー。さあポケモンを出し合う。はい、レッドは上に逃げ、さあなんだっけこれ、なんだっけこいつ、かっこいいやつが勝ったレッド選手の勝利。レッドのやつ、リザードンで火のポケモンの使い方が上手くなっておるの。はい、炎ポケモンではないですが、レッド選手のデスブリンガーの攻撃が炸裂。グリーン選手をやっつけた後、グリーンさんのポケモンデッドアイを瞬殺。レッド選手は上空に逃げた後、あれ、レッド選手いない、どこに行ったんだレッド選手、どこだどこに行ってるんだレッド選手は、行方不明ですせっかく一勝したのに行方不明でございます。おっとレッド選手戻ってきた。さあ1対1の激しいバトル、勝つのはレッド選手か、はたまたグリーン選手か、勝つのは一体どちらだ。さあ激しいバトル、最後の戦い始まった。おっとレッド選手キューピッドを出した。さあそしてグリーン選手は、さあ貝を使うやつ、水タイプのポケモンだ。一体どちらが勝つのか。おっと間違えた、キューピッドはグリーン選手のポケモンだった。さあ貝のやつやられている。ポケモントレーナーとポケモンの戦いになってしまっている。さあレッド選手かキューピッド選手か、勝つのはどちらだ。おーっとレッド選手ジャンピングキッスをお見舞いしている。おー、勝ったのは、はい、レッド選手。まさかの最後の一撃はレッド選手によって締めくくられました。いやポケモンを鍛えつつ己の拳も鍛えるというポケモントレーナーの鏡じゃな。大木戸博士、レッド選手のポケモンはどうでしたか？ポケモンの方はちょっと弱かったかの。水タイプのシェルダーじゃな。さあ勝者はですね、レッド選手。いや激しいバトルでした。真剣部屋、マサラタウンに帰ってきたレッド。彼は今日も草むらでポケモンを探すのであった。てん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 、野生のマンムーが現れた。いや、やべえな、マサラタウンの草むら。いや、レッド、これ捕まえたさそうだな。やべえ、マサラタウンでマンムー出てきた絶対捕まえるよな。さあ、行け、ピカチュウ、出ろ、ピカチュウ。頼む、出てくれ、ピカチュウ。ゼウス、ピカチュウ、出てくれ。さあ、マンムーを捕まえたい。おー、かわした。さあ、出てきたポケモンは、誰だ、こいつは。アフロ戦士。行け、アフロ戦士。あ、やられた。マサラタウンの草むらでさよなら、バイバイだわ。てん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 、野生のレッグーザが現れた。いや色違うし、なんなら下になんか人見えるけどおいレッド、やばいぞ、もうレッグーザ出てきたぞ。わーっしょいつって、わー火炎放射ポケモン出す前にやられたトレーナーに直接攻撃。いやもう盗賊だろ完全にてん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 、野生の戦車が現れた。いやいや戦車ってめっちゃ隠れてるやん、めっちゃマッシブ接してる待ちきれなくなっちゃってるよ。おいレッド、やべえぞ、戦車が草むらで待ち伏せしてたぞ。いや捕まえようとするんかい戦車を。ポケモンじゃないですよそれ。いやいやレッドさん、あー言わんこっちゃない。モンスターボール投げたのに、いやいや投げる前にやられちゃったら元も子もないです。なんだかんだと聞かれたら答えてあげるが世の情け。世界の破壊を防ぐため、世界の平和を守るため、愛と真実の悪を貫くラブルチャーミーな仇役、武蔵小次郎、銀河をかけるロケット団の二人にはホワイトホール、白い明日が待ってるぜ。なんてにゃ、そうなんす、ロケット団やべえぞレッドにグリーン、ロケット団出てきたぞ
あ、襲いかかってきた。ポケモン出さずに襲いかかってきた。やべえ、モンスターボール持たせんの忘れてた武蔵と小次郎に。勝った。でも勝ったぞ。はい、レッドのポケモン、これキノコだからキノガッサかな。あとなんか氷を使う女の子、なんだろうね、ルージュラかな。いや、遠目に見たらロケット弾なんだよな。胸のマークはね、 R 書けなかったんでね、日の丸にしました。意味がわからん。はい、武蔵と小次郎にもですね、あのプレゼントボックス、はい、モンスターボール持たせてみました。これで再度バトルしたら結果は変わるんじゃねえか。そうなんす。いや、うっせえわお前。なんてにゃこいつが一番ウケるわ。はい、ポケモンバトルしていきましょう。行け、レッドとグリーン。さあ、レッド離脱。おー、リザードン出てきた。おー、すげえすげえ、紙引きじゃね、これ紙引きじゃね、やば、アルセウスにリザードン出てきた。すげえ、リザードンってもはや羽だけじゃん。アルセウス もはやカラーリングだけだね。いや、でもすごい引きだなこの2体って。いや、持ってんなレッドとグリーン、さすが最強ポケモン引き当てた。ロケット弾引き悪いな。バーサーカーに、これはラプトルかな、まあリザード的なね。いや、ウケるわこのポケモンバトル。いや、ちょっとさ、ニャースとさ、ソーナンスどういう戦いするか見てみたいんだわ。いけ、ニャースとソーナンスということで、ニャースニャースがウケるんだよな。ニャース、猫に小判、猫パンチ食らわせろ、猫パンチ。結構勝ってるぞ。金敵じゃねえか、すげえ顔してんだよな。ウケるわ。いや、もうソーダンスもさ、もうバナナやしね、バナナスーツやしね。いやー、もう真っ青にしたかったんだけどな、色合わせられなかったね。いや、カウンターミラーコート決まんなかったね。ニャースが撲殺されてるわ。はい、今日作ったですね、ポケモン使いたちとですね、以前作ったですね、このアキシ、ガトリングアキシをですね、動かして戦ってみたいと思います。さあ、行くぜ、来い、ポケモントレーナーたち。おら、ダイナマイトを食らえ。ポケモン出てくるぞ、ポケモン出てくるぞ。出てくる前に倒す。あ、スーパーボクサー出てきた。スーパー、なんだこれ。あ、手押し車だ。スーパーボクサー出てきたぞ。いや、さすが伝説のトレーナーレッドということで、ニャース来た、ニャース、ニャース来たぞ。いや、ニャースはお呼び出ないんだよ。いやいやいや、すごいすごい、もうスーパーボクサーにボコボコにされてるわ。いやー、強い。エビワラーかこいつ、エビワラー、エビワラー、マジエビワラーレベル100マジ強いんだけど。いや、やられた。いや、近代兵器使ってもね、エビワラーに勝てなかったわ。はい、というわけでですね、いや、なんかモンスターとか作るのはね、アニマルレボルトバトルシミュレーターの方がね、作りやすいんだけど、こういうね、人とか、あとはね、攻撃方法、バトルの自由さで言ったらね、トータルアキュレートバトルシミュレーターの方がね、やりやすいんで、いや、今後もね、もしこんなことやってくださいっていうリクエストがありましたらね、コメント欄で教えてください。いやー、ポケモンバトルいいアイデアでした。はい、というわけで、今日の動画面白いって感じてくださったら、高評価、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたね。そうなんす。いや、赤いやんお前。